総合のレベル、やっぱりチャンピオンになるってことはそのレベルなんですね。まあ正直言うとそうですね、はい、日本人想像を超えたレベルにはあると思いますね。なるほど、みんな平均値がですね。サイドキック、あ、もうカポエラもやってたってことですもんね。そうですね。スタミナ勝負ですね、うん、ちょっと疲れたかなと。ステップが始まります。トニー・ハービー右捉えた、カニミータちょっと深すぎたか、前蹴りから左で捉える、中に逃げさせない。スリルありますよね。ありますね、やっぱり、はい、あ、足今スイッチ一瞬見せましたか。極真空手、そのベースがあるんでしょうか。こう攻撃を突きを出すときふっと声出したりしますね、ハービー。お互い出方見ています。左組みついていく、左ミドルキック、ちょっと俺が右足大丈夫か。ゴミ選手の左が入りますよね、パンチが。あ、またスイッチを見せます。左足前になったゴミ、ダメだからですね。ちょっと右足をなんとこう違和感感じたような素振りがありました、ゴミ。また前、右前に戻ります。ルク踏ん張りはちょっと効かないな、感じが受けられますね。近いぞ、バックブローから左ミドル、なるほど、まさに回転系。距離が近い、ボディ左、画面取れた。ボディいいな、ボディ行ってほしいですね、ゴミね。残り3分、ゴミのボディは絶品ですからね、はい、左、右も左持ってるんですよね、ボディ。そうですよね、はい、入っては来ないか。テイクダウン狙いに来た、完全に潰します、完全に切りました。さあ、ゴミの形になってきている。一発ボディ入れてほしいな、うん、ちょっとやっぱり右足痛めたと思うんですよ、はい、だからちょっともうボディでスタンドで攻めた方がいいですよね。なる、また左足前、右のローキック、うん、その右足でしっかりインドを蹴っていきました。右足できないのは多分右足で蹴るんでしょうね。まあ、分かんないですけど、ね、どこまで行ったのかね、もうちょっと見てみましょうね。ボディから2番目、いい感じですよ。中井さんおっしゃっていただいたこの絶品というボディですね、はい、飛び込んで膝、左、いや左のパンチだった。あー、オープンブローしっかりこう後ろに握ろうと。強いですね、ハビー。そうですね、正直強いです。体が柔らかいんですよね、はい、ダメージを逃がすことができるんですね。しかしじわじわ関根さんコーナーに追い込んでますよね。ボディー、ボディー、いいボディーですね。走ってますね、拳が。これ続ければ気持ちは折れますからね。あ、前の手で2つポンポンと出してきます、ハービー。いや、ここも距離が近い。左の返し、うん、ギリギリのところ左ハイキック見えています。おお、すごい。距離は近いぞ。まもなく残り1分になろうとしています。右のジャブ、これは見えています。左、しかし追い込んだ。ボディ顔面からボディ、ね、あ、そうですね、前蹴りでいいですね。30分切ります。左怖いぞ。目まぐるしく足のスイッチを見せ、左だ。キリナがきっと後ろに流れた。ハービーボディブロー、すごいブロー。前蹴りが来るか。しかしも前蹴りも相手の威力、前蹴りも威力、うわ、すごいパンチ。もう飛び切っています。
うわ、